中日のドラフト、将来のビジョンはないとボロクソに言われる。なぜ外れ1位が右投手なんだ。そもそもなぜ外野手を1位指名しようとしたの。なぜ2年連続で二遊間の選手を複数人上位指名するんや。成功かもしれんのやから現時点でボロクソ言うなや。下がらないから投手取るのは間違いやないやろ。来シーズンのビジョンもないからセーフ。去年もボロクソ言われた結果失敗で今年も二遊間を得る羽目になってるわけで、指名拒否を伝えられるスカウトってどんな気持ちなんかな。何やっても叩かれるサンドバッグ立浪。全体のバランスを考えた指名ができないよな。ブライトがフェニックスでもバカ当たりしてるから外野は別に困ってない。困ってるのは二遊間とファースト。言うてもなごどで二遊間は大切やろ。二遊間の市場活性化しないとね。去年のドラニの村松をもう見捨てててるのが草、来年も似たようなカス指名してそう。批判してるやつエアプか。毎年種まきシーズンやからこれでええんやぞ。一時期の横浜もそうやったけど、ずっと弱い球団がウェーバーを全く活かせずに2位で変なのばっか取ってると、いつまで経っても強くなれない。2年前と去年のドラフトの失敗判定早すぎて草なんだ。つうか周りも失敗ドラフトとか言ってて選手にも失礼だよな。かわいそうや。 Y も全員ダメやと思うけど。ご視聴ありがとうございました。